どうもみんな、お元気ですか？はい、今日は日曜日です。今日は僕は日本語紹介テストをやります。この番組はスポンサーはない。さあ、行きましょう。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さんにとって幸せって何ですか？皆さんとって幸せなんですか？はい。今回の Easy Japanese は今回の Easy Japanese は街の人たちにジャパニーズは街の人たちに幸せについてお話し幸せについて何これしてみたいと思います。イージージャパニーズ、幸せですか今。やった。はい。はい。なんで？なんか幸せってどんな時？未来にとって幸せって何ですか？長い。もう一度。なんか幸せってどんな時？暖かい時。やった。暖かい時。今不幸せだよね。不幸せで寒いから。あー、今不幸せだよね。部活で勝った時とか。部活で勝った時とか。お兄さんたち今幸せですか？もう一回。お兄さんたち今幸せですか？タジ。美味しいもの食べた時。やった。はい。温泉に入った時とか。友達と笑ってる時とか。笑ってる時とか。はい。友達と笑ってる時とか。そうですね。音楽聞いたりライブ行ったりする時。ライブですね。そうですね。音楽聞いて。そうですね。音楽聞いてライブするです時ですね。もう一回お願いします。そうですね。音楽聞いたりライブ行ったりする時。行ったりする。音楽聞いて行ったりする。ですね。時ですね。はい。もう難しいな。これ切ったりライブ行ったりする時ですね。はい、終わった。ありがとうございます。はい、皆さん今日は終わった。見てくれてありがとうございます。はい、僕は日本語をもっともっと勉強しています。それではじゃあまた明日。バイバイ。